春開業予定、北陸新幹線。ほら、あ、来た、すごい。めっちゃ綺麗になったっていう。めっちゃ綺麗だね。すごいよね。皆さんこんにちは、トマトのサザエです。今回は祝北陸新幹線開業、敦賀駅福井駅間隔。北陸新幹線。いや、どこここ。通りました。どこですか。どこここ。どこですか。見えるかな、女子高生がいます。あ、本当よ、おろろ。北陸新幹線ですか。はい、北陸新幹線です、ね。戻ります、はい。白背景で戻して。この北陸新幹線が2024年オープンということで、金沢から敦賀駅まで開業する予定になってます。はい。はい。はい、金沢が今まで終点なんじゃないですか。そうです。なんなら石川も通るんじゃないの。ああ、通ります。加賀駅かな。あ、加賀か、うん。小松駅と加賀駅やったかな。ちょっと忘れましたけど。はいはいはい。ここ通りますね。まあでも、福井の人たちが開業するぞみたいな感じだもんね。盛り上がってます。うん、そんな今回は、終点の敦賀駅がね、どれぐらい綺麗になってるかをね、皆さんにお伝えしないと。いやもうね、震えるよ、すごいよ。それでは早速、レッツゴー。でもさ、敦賀駅っていうのは北陸新幹線のためにできた駅ではなくて、もともとあった駅を富山駅みたいに、そうですね、北陸新幹線用に作り変えたってことですか。そういうことです。前の通り大丈夫。あ、ここ実はここ近くに気比神宮があって、気比神宮すごい栄えてるんですよ。手前の敦賀駅は普通の在来線っぽいね。奥が新幹線か。え、奥に行きたいときはどうすればいいの。確かにちょっとそこも含めて若い人結構いるんかな。面白い名前のソフトクリーム。何、おちんちん。違う、おちんちんじゃん。これ何、これ、お、銀河鉄道39、敦賀大使になってんじゃん。ちょっと待って、何、本物だ、本物流れる、すごくね、これいいね、すごいね。敦賀駅なんかあの港とか未来都市のイメージで、銀河鉄道39とコラボみたいな感じでやってるんですよ、ね、めっちゃ綺麗じゃん、これグナンビダリオっていう謎のホテルが。これなんかちょっとここら辺新しい感じだね。あ、もうまだ今作ってんだ。海鮮や、日本酒があるわけで。ああ、本店本屋。これが駐車場です。おー、なんかシックな作りですね。黒色だよ。おしゃれすぎ。おしゃれだ、おしゃれだ。どっちから行く、どっちから、こっち誰、これ定食ですか、これは。お前、ようこそ敦賀。これ北陸新幹線や。やっぱね、羽豚ですよね。あ、これですね、これ金沢敦賀間2024年春開業予定、北陸新幹線気比神宮がこんなになってる。あ、本当よオルパークって言うんだ。だから駅となんかなってんだ。あれ、誰、もう佐田さんが誰ですかって言うから見に行かないと。装備品も初期っぽいよね。やめてよ。いや、武将なのかな、初期っぽいって。いや、これは絶対あれ課金制とかぶれんやろ。そうね、それはね、布の服よりはレベル高い。高いよ。青銅の鎧とかそっちでレベルでしょ。これは29600。言っちゃうから、ほら、シャリも言っちゃうから分かんないのに。もう敦賀駅もう100周年なんや。え、めっちゃ歴史あるやん。すごいね。ここはだから福井大空襲受けてないってことか。太陽光でさ、エコ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 。北陸はちょっと晴れの日少ないからあんまり望めないけどね。イベント広場はこっち側なんだよ、それ。ああ、なるほどね。金沢おるのがある。また銅像おるやん。銅像ばっかり。もう39ならまだしも。で、これ在来線のやつだね。あ、なるほどね。だからもしかしたら新幹線できたら奥行けるってことかな。北陸線と小浜線がありますね。小浜って書いてオバマ。 あれオバマって読む。そう、オバマ大統領就任した時に盛り上がったと言われるオバマ。2階からちょっと見えるかもね。ここさ、でも新しい感じだけど、うん、いや新しい。うわ、綺麗。なんかあそこにさ椅子あるから新幹線見えるんじゃない。あ、すごい。え、めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。新幹線はあれだよね。新幹線奥だね。え、行けないんじゃ、見えないんじゃない。上歩く感じ。あー、なるほどね。ちょっと回ってみようか、うん、行けない説あるよね。ここ今作ってるの。あー、さっきね、俺ね、こっから来た、こう来てこう来たんだよ。で、こっちからもう工事してて行けなかった。在来線とそこの間を見たいわけだよね。これさ、開業したらどんな感じなのか。いや、もうさっきの切る感じかな。一回車から反対側見るしかないかもね。でもここを渡るには線路渡らないといけないしね、うん、でもさ、独立してるよね。もう向こう側からじゃないとアクセスできなさそうじゃない。で、こっちから、あ、でも一応、あー、なるほど、一応行けるね。あー、こんな感じですね。めっちゃ歩いて向こうに行けたら、そうだね、新幹線使う人は向こうから乗るみたいな感じですね。そうだね、何口になる。新高岡駅もあっち側すごい綺麗だったりするから、そういう感じかもね。いやー、ではまあまあ敦賀駅はこんなもんかな。こっち側のさ、在来線の敦賀駅がさ、結構黒とさ、木の感じでシックな感じだったけど、新幹線
幹線の方の敦賀駅はちょっと白と青の感じですね。実はさっき越前武生駅行ったんですけど、はいはい、越前武生は黒を基調とした感じだよね、はい、コウノトリの白と黒を基調としたモノトーンやった。あっちはあっちですごい綺麗だったよね、うん、綺麗だったし10倍ぐらいでかいよね敦賀駅。ちょっとね、接続部気になるから。そうだね、現在地ここ、こっちか北陸新幹線って書いてるから。そうだね、入れてくれるの知ってたのか。いや、止まるからね。あ、本当だ、扉なってんね。壁が取り除かれて向こう側行けるんや。ほんまや、新幹線に合わせて綺麗になってるよね。ほんまやね、ほんまや。ここもめっちゃ綺麗。あー、なるほど、今こうなってんだ。あ、でも駅利用者自体はあんまいないね今の時間帯だから。今の時間ね。あー、今作ってますよ、こうやって。まだ全然作ってる途中なんだね。ほんとだね。勝手にもう完成してるイメージやったわ。空港とかにあるさ、横に動くエスカレーターが。あー、ほんとだ、はいはいはい。めっちゃ歩くんじゃないの。そうだね、また変わった感じだよね、駅としてさ。元々の北陸本線自体は、うん、穏やかな感じだね。新幹線できてどれぐらい盛り上がるかだね。ということで、どうしよう、反対側見る一応。でもちょっと見てみたい。ちょっと見るか、反対側ちょっと見て、うん、メインそっちってことやろ。で、福井駅の方に行きましょうか。これ貴重な映像だね。廃業してしまったら、ね、見れなくなるんですよ。富山駅もそんな感じだったの、うん、見たかったわ。敦賀から向こう側は今作ってる途中ですね。あ、本当や、今作ってる。すごい、ここまでです。そしてくぐってくぐって左しか行けない。右は工事中だから今通行止めになってるんですよ。お、見えてきたよ、反対側。まだ全然工事してんだよね。てか普通に草っぱらだね。そうだよね。どうなる設定の全くわからんくない。できてない何もできてない。まあ新しい道路は作ってるけど、駅の前は全く何もできてなかったね。ということで次は福井駅行きます。はい。あーさっきジャンプしてないけど繋がる。え、繋がる。見て、エルパのバスだよ。あー、すごい、エルパのバス。さすが福井。いや、福井駅到着しました。すごいね、福井駅めっちゃすごい。え、何あれ、あの球体。これは地鉄、あ、そっち。あれはフジテレビのやつじゃん。すごいね、めっちゃ恐竜いる。え、首動いてんだけど。嘘。この福井駅、はい、こちらも新幹線が通るということで、うん、すでにすげえ綺麗じゃん。もともとね、だいぶ綺麗だったからね。あ、そうなんや。福井駅といえば何が有名かというと、恐竜です。違います。自動改札機が2018年まで設置されていなかったっていう。それ有名とか言わんね。いや、でも言うて富山駅もずっと手でやってたじゃん。やってたね、やってた。ダイナソーキングダム福井。あ、すごいすごい。あ、もうすごい人気者だね。だったー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 。もともと現在地がここなんかお堀だったんじゃん。あ、そうなんだ。お堀をこう埋め立てたんですね。もともとだから福井城も北の小城って言って、敗北を意味する下が縁起が悪いということで、福の来る場所っていうことで福井になりました。はい、恐竜すげー呼んでる。嘘、福井の説明いらないの。ちなみに福井市の指標も福井城の福の井っていう井戸のマークが指標になってます。おーも言ってる。そんなもう恐竜が気になるんですか。おーも言ってる。おーも言ってる。呼んでるから。すごい、恐竜王国福井。福井県はまさに恐竜王国と呼ぶにふさわしく、国内随一の恐竜化石の産出地。カギ爪が国内で初めて完全な形で発見される。結局恐竜博物館ある勝山市のところも白山のところだよね。白山のなんか麓ですよね。そう、だから岐阜県も石川県も白山付近に化石見つかったって言ってるから、そこら辺やっぱ恐竜いたんですね。これは何ですか、ティラノザウルスですか。絶対違うでしょ。福井で見つかった。福井ティタンじゃん。福井ティタンなの。日本初となるやって。恐竜足跡の化石。足を置いて大きさを比べてみようだよ。足置いていいんだ。あ、置いていいんだ。いっぱいあるじゃん。え、またサウルス。あ、本当だ、福井サウルスもいる。これは福井サウルス。ちょこちゃうわ。ほら、あ、来た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 。すごい。戦え戦え。福井サウルス神っけ、行け行け。絶対ここから動かないやろこれ。行けずっとこの状態でしょ。ジャンプジャンプ。これなんかジュラシックパークこういうキャラおったな。分からんけどなんか単調的な動きですよ。嘘。おー、すごい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 。すげえ。これは興奮します。いいね。ティッチティッチ顔が大丈夫、これ合ってる。ティッチこの子可愛いじゃん、めっちゃ。おい、もうなんで緑の服着たかと思ったらそういうことだったの。君の名前は F です。てかなんか駅がもう完全に観光名所みたいになってるよ ね。ティタン動いてる。あ、本当だ、ティタン動いてる。ティタンも動き出した。いや、もっと動くやつは福井県恐竜博物館。あ、恐竜博物館で見れるのか。いや、この背景いいね、また。いや、いい、いい、おしゃれ。めっちゃいい。ちょうど写真撮ったら奥にあれが映るからいいね。いや、そう、写真撮ったら立体に見えるやつあるじゃん。それだ、来た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 。マジックアート。待合室も恐竜じゃん。そんな恐竜推しなんだ。誰も写真撮ってないよ、ここ。あ、すごい。これさ、トテラノドンでしょ。トリケラトプスや。これあれじゃん、さっきの福井ラプトルと福井ザウルスじゃん。いや、でもまだね、駅作ってる感じだね。ねえ、だってこことか全然オープンしてないじゃん。あ、結構攻めてんね。すごい、これだって、あ、え、全部 NHK か、これ。うん、
金曜の夜って言ったら私と同じ時間帯だ。もしかしたら民放少ないから NHK めっちゃ強いんかな。そうかもしれない。お店閉まってる感じだね。あれちょっと待って、え、何プテラノドン、あれあれプテラノドンです結構駅止まるね、こう見ると、ね、北陸本線はもう福井の鉄道で成り立ってるの。何これ、越前高校、高橋さんのパブリックアウト、なんかレゴみたいな。え、まだお前あれお前恐竜いるじゃん。めっちゃ俺持ってるもの全部違うから毎回写真撮れるってことで。え、持ってるもの違う、あれ一緒あれ一緒じゃん、一緒じゃん。あ、これさっき外から見た場所だね、はい、ジュラチックだよ。ジュラシック、ジュラシック、ジュラシックじゃない、ですか、サダタンでしょ、サダタン、アリタンじゃない、アリタン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 お願いしますよいや、かわいい、アリタンだけなんかモジモジしてるんやけど福井ベナートルっていう、めっちゃいっぱいあるじゃん。え、めっちゃいるじゃん、福井ティタン、福井、何今でしょ、今でしょ、してる、今でしょ、今でしょ、してる。じゃあ、なんか虫取ろうとしてんだね。あ、そうだよ、なんかごめんごめん、めっちゃ発見されてんじゃん。腰サウルスって何、腰サウルスって、あいつだけなんか眉毛太くて和風だね、腰サウルスだけ凛々しくない。で、あっちが新幹線だ、うわ、ここになるわけですね。そう、そうだ。じゃあここの上に登ってみる。あ、そうですね、はい、はあ、全然もう別な感じなんだね。あれ奥行ったらもちろん見れるかもしれない。ああ、見える見える見えるかも。でもそこまでだね。確かにさっきのね、発車メロディーは2017年より葉加瀬太郎が作曲した悠久の一条谷っていうのが使用されてます。見れません、見れない、北電すごいむしろ北電。じゃあもう反対側行こう。反対側見れるの？ちょっと見れなさそうだね。あの感じ、行きなさいよ、行きなさいよ。何、行きなさいよ、あなた行きなさいよ。あ、丸岡城だ。おお、本当だ。ちょっとあの新幹線の方が窓見えるか、すげー工事してるのは分かる。見えるか、見えるか、めっちゃ工事してる。ちょっと見えます、ちょっとだけ。まだまだ開発途中でしたね。はい、まあでも外観は完成してるね。え、これ出来上がってもさ、見えないんかね。もしかしたら見えないかもね、福井は。そう思ったら富山の駅の形なかなか珍しいんだもん。なんかうまいことやったね、そしたら。うまいことやったね、うん、それぞれなんか違うね、コンセプトというか。そうですね、でも金沢と福井は和っぽいけど、うん、富山は和じゃないもんね。金沢は和に振りすぎてそうだね、差別化という意味でも、ね、伝統工芸とか包みまーみたいな感じだったけど、うん、この卵には北陸新幹線福井敦賀開業への皆様への希望が詰まっています。さあ、それがこちら、福井駅タイムカプセル、2023年遅れてるじゃん。あ、ちゃんとありましたね、はい、いや俺さ、最近ネットで見た時2023年度末やったのに、最近見たら2024年春になってびっくりしたんやけど、開業した時に開けようみたいな感じ、うん、何入ってるんだろうね。どう、リニューアルの、リニューアルのどう、歩いてない、歩いてないです。この動画上がる頃はもうオープンしてるかも。端っこに追いやられてサンダーバード、こっちは今惜しまないといけない。こんな簡易的なデザインだったっけって感じだけどねいやでもなんかあれだね、まだ工事してるからちっちゃいね。だってそっちかめっちゃ暗いもんね。そうだね、フラッシュ撮影すると背景に車窓アートが浮かび上がります。あー、この恐竜もう見えてるから。あ、もう見えちゃってるからねあー、もうやっぱ京都決定なんだ。市が全く行かないんだね。見て、京田辺、あの私の母校同志社がある場所です。北陸自動車道はこうやって市が行くんだよね、こうやって、うんうんうん、しかも京田辺なんで止まるんだろう。普通の JR だったらここ行かないんだよ、高槻市行くんだけど。あえて通ってんやん。見て、福井フェニックス祭りだよ。福井市というのは福井大空襲、いや福井大震災で潰れちゃった町なんですよね、うんうんうん、それでもその当時から人口2倍ぐらい復興して不死鳥と呼ばれるような場所になったんです。だからフェニックスなんですよ。不死鳥、不死鳥のように長岡と似てますね、新潟の。何でもできそうな広場じゃん。めっちゃ店あるじゃん。この何とも言えない寂しい感じで木が、恐竜時代の植物です。そうなのなんかそんな感じ。そう、マルトっぽいわ。え、ほら何これ、プラネタリウムだ。プラネタリウム、ふくふく感、ふくふくじゃねえで結局何売ってるかわからない服がありそう。ホールの、あ、え、能じゃないの。うん、本当や、すげえ。そういう伝統も動きながらプラネタリウムもあって、そばもある。福井全部オリジナルっぽいよね。そうね、ちょっと上なんか展望台あるのかな。え、チコちゃんね、プラネタリウムしてんの。プラネタリウムで投影されてんだ、すごい。てか秋吉入ってないんかね。秋吉ね、さっき駅前で独立しなかったかな。セーレン、福井の繊維の企業だからセーレンが出資してる感じだ、ね、あ、なるほど。でもなんか若い子多くていいね。ね、駅上から見下ろせるのすごいな。手前多分在来線だわ、奥だわ新幹線。これ福井駅やもん、ね、お、すげえ。県庁お堀になってんだ、ね、あ、本当や。県庁を攻められないようにさあ、もう今ガンガン工事してるところですね。もともとプリズム福井があった場所でしょ。看板だけ残ってる。お前、すごい。防戦区で、これだよ、すごいね。ここ防されそうな。何ができるんだろうね。プリズム福井でしょ。18年間も頑張ってたんですね。春までに間に合うかね確かに、マジで何もできてないね。見た、ほら
何もできてない。いつまで営業してて、いつからこの工事始まったのか。確かにそれもあるね。いつできるのか。ほんまに春までできるんかな。まあでも急ピッチだろうね。あでもあれか、富山駅もさ、結局遅れて遅れてだったもんね。新幹線開業してもできてなかったから、そんな感じかもね。やっぱり難しいんだろうね。またお店も変わりそうだよね。ここ入ろうとしてたけど、時間伸びたりして。さあ今度は福井駅の南側ですね。こっち側がさ、本当の新幹線の駅ですよね。ああできてんね。めっちゃできてんじゃん。すごい恐竜がさ、階段ところのモニュメントに書いてある。こんなにさ恐竜に全振りできるのいいね。新幹線駅の使われている石、尺谷石って言って、福井市で取れる石を使ってるらしいです。でこの新幹線の外観に関しては、一条谷朝倉市遺跡や永平寺の唐門がモデルになってるそうです。見れるよ、見れる。もしかしてさ、ここが一条谷のデザインになるってことかな。そうそう、ね、これだって永平寺っぽい感じがするけどね。本当や本当や。こっち側もう出来上がってんだね。桃と桃の高橋愛さん、福井出身です。へえ。あ、じゃあ県知もそうだね。あ、そうじゃない。あれちょっと待って、ほらなんか俺 YouTube やってんじゃん。え、やべえ、再生数気になるね。これ北陸本線と九頭竜線と新幹線駅があるんですけど、富山地鉄みたいに越前鉄道福井駅っていうのがあるんですよ。こっち行くと越前鉄道なんや。てか越前鉄道もめっちゃ綺麗になったっていうか。めっちゃ綺麗だね。すごいよね。全体的にやっぱ綺麗になったんや。綺麗。福井ステーション。これがあわらと三国。三国は東尋坊の方で、あわらもそうですね。で永平寺勝山があの恐竜博物館行く場所なんで、だから恐竜博物館行く場合はこの越前鉄道乗らないといけないです、ね。なるほど。北陸道のパーキングエリアにもあったし、東尋坊にもあるし、いろんなとこであります、ね。高岡同期ですか。違う。同期じゃなくないこれ。あ、違う、全然違うわ。プラスチックでした。さあ、じゃああっち行きましょうか。エッチ鉄オリジナルグッズってんじゃん。うわ、ファンにはたまらんね。コンパクトだけどめちゃくちゃ綺麗だね。ね、綺麗めっちゃ。越前鉄道。でも観光客いる感じじゃなくない？そうだね、ここは違うね。うん、いやーすごいね。古市さんの出身地なの？誰さん？古市さん。あ、そうなの？世界には今服が足りない、そんな気も。あ、服いいねってこと？福井も結構チャリ使う人多いね。本当なの？岡田さんと松尾氏。あ、内閣総理大臣じゃん。おお。実は北陸3県で、うん、富山県だけ内閣総理大臣出てないんですよ。あら。福井も結構偉人いますから。ね、すごいね。住友財閥の創業者も。福井出身です。あら、そうなんや。ここさ、ガラス張りですごくない？すごいね。あ、もうエスカレーターずっと景色良さそうだね。あ、テナトミは市のものじゃない？あ、そうだね、市っぽいね。まあ、まだね。あ、ゆとりコーヒー店ある。ゆとりコーヒー店。新幹線開業したらちょっと盛り上がるかな。そうだよ、多分1年延期になったからそれは話が違って。いや、確かに入ってないテナント多いと思う。もう1年どころかまたちょっと伸びたもんね。展望ロビーあるじゃん。展望ロビー、展望ロビー行きたい。エンディング展望ロビー、はい。あ、すげえ綺麗。ここいいね。めっちゃ展望台で。福井のところもさ、あ、本当だ。ハートになってんじゃん、あそこ。あ、かわいい。展望台がなんかになる。あ、なるね。扉あるしね。うん、出てこれるんやもん。はい、ということで、どうでしたか。なんかさ、どこもかしこも綺麗やしさ、これからもっともっと新しいスポットできてきて、めっちゃ楽しみ。福井なかなか来てない人も懐かしいってなる。そうだね。こんだけ進化してんだってなる。そうだね。ここ最近でめっちゃ変わってると思うから、うん。高速道路であんまり福井来ることなかったから、北陸新幹線通ったら福井寄りたいかも。東京の皆さんもね、これを参考に福井にぜひ遊びに来て。参考になるか。参考になるよ、2024年。ああ、まあ福井駅こんな感じです。うん、なるからね。はい、この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録、メンバーシップ登録もお願いします。それではありがとうございました。実は新幹線を見る穴場スポットがあるんですよ。はい。蹴りまくっとるね。お隣の駐車場の屋上階です。どうぞ。ここからちょうどだね。すごいすごい。来るよ、新幹線向こうからみたいな感じだね。そうだね。ちょうどあそこの高さと同じ感じ。これ新幹線発車するところ写真とか撮れるし。帰ります。富山に帰ります。富山に帰ったら5時やんもう。え、今5時。今5時。もうじゃあ7時以降じゃん。うわー。遅ー。くまでワンホダショー、スホダショー、三四わらび、五になり、揺れて揺れて揺れるイカの気持ち、楽しいだけど楽してないし、 I hate you but you I love you、 不良依頼はお断り管理、うん。